ようこそ皇室ジャパンへ。昭和が始まってから間もなく100年が経とうとしています。東京立川市にある昭和天皇記念館は、老朽化に伴うリニューアルのためクラウドファンディングを募っています。シンガーソングライターの松任谷由実さんもこのクラウドファンディングの趣旨に賛同し、コメントを寄せられました。昭和天皇ゆかりの品々を展示、両陛下と愛子さまも訪問。昭和天皇記念館は2005年に開館した立川市の昭和記念公園内にある施設です。昭和天皇の87年の生涯を紹介し、重要行事で使用されたご両車、日産プリンスロイヤルなどゆかりの品々が展示されています。天皇皇后両陛下と愛子さまも2016年に開館10周年の特別展示を見学されるなど、皇室の方々がこれまでに訪問されています。設備の老朽化、昭和を知らない人向けにクラウドファンディングでリニューアルを開館から約20年が経過しました。梶田副館長によると、当時最新だった映像機器も古くなり、映らなくなったり、ドアも壊れかけるなど、さまざまな設備に修繕が必要で、館内のモニターには故障中、調整中の張り紙が目立つようになっています。また展示内容も開館当時からほとんど変わっておらず、その内容についても工夫が必要だと話されています。建設当初は昭和天皇を知る人が展示を見て懐かしむもので、来館者が見ればわかるという状態でした。しかし平成令和と時が流れ、2年後の2026年には昭和への改元から100年を迎えます。昭和という時代を知らない人が増え、それに反比例するかのように来館者も減少しているといいます。若い人が展示を見ても何のことだかわからず、地元立川の人でも記念館の存在を知らない人もいると副館長は危機感を募らせています。大規模な改修を行い、昭和天皇や昭和の時代を知らない世代にも分かるような展示の必要性にも直面しています。より多くの方に昭和の時代に触れてほしい、昭和天皇や当時の人々の思いを知ってほしい、そうした思いから、昭和天皇記念館リニューアルプロジェクト、昭和天皇と昭和の記憶を後世に伝えるためにとのタイトルでクラウドファンディングに初めて挑戦することになりました。この挑戦に賛同のメッセージを寄せた著名人がいます。昭和天皇が眠る武蔵陵墓地がある八王子市出身のシンガーソングライター、ユーミンこと松任谷由実さんです。幼い頃に祖父と武蔵陵墓地を訪れたというユーミン、後に昭和記念公園となる米軍基地や立川の町での青春時代の思い出を次のように振り返られました。私は当時の天皇陛下、現上皇陛下のご即位30年奉祝感謝の集いで奉祝曲お旅として歌い、皇室とのご縁をいただきました。昭和天皇は私の出身地東京八王子市の武蔵野陵にお眠りになっています。昔は多摩御陵といって、近くに住む祖父の家を訪ねると
何度か御陵の奥まで一緒に歩いたことを思い出します。大杉の列にいざなわれるように玉砂利を踏んでたどり着くその場所は、昭和天皇のご両親である大正天皇と帝名皇后の御陵。広々として神官として、いつも時が止まっているような徳も言われぬ安らぎを与えてくれました。その祖父が3歳の母をおぶって逃れた関東大震災の話、母がモガだった戦前の良き女学生時代、そして戦時下、父の出征中、まだ生まれたばかりの長男を栄養失調で亡くしたという悲しみの記憶、私が生まれる前の昭和の出来事です。私が子供の頃、もう町はとても賑やかでした。近くにあるいくつかの米軍基地から、休日になると外国人がたくさんやってきました。日本で買い物をする最寄りの町だったからです。朝鮮戦争が始まっていました。そして10代になった私は、立川基地の近くに住む幼なじみの日系人家族の車で、毎週末のように基地の中まで連れて行ってもらいました。広く長い滑走路、映画館、フットボールコート、ボーリング場、プール、デパートのような PX はどの売り場もカラフルな商品であふれ、私はまだ日本で手に入らないロックのレコードに夢中になりました。豊かなアメリカ文化と同時に、カウンターカルチャーの影響も多分に受けたと思います。いつしかベトナム戦争の終焉とともに、フェンスの向こうのアメリカは姿を消し、ある時から立派な公園になりました。私は戦争を直接知りませんが、振り返ると戦争はいつもすぐ隣にあったような気がします。昭和天皇記念館がある立川の地で触れたアメリカの文化やカウンターカルチャー、数々の名曲が紡がれた背景に、戦争はいつもすぐ隣にあったことが、ユーミンのコメントから浮かび上がってきます。この機会を大切に捉え、時間をかけて思いを綴られたというユーミン、メッセージはこんな言葉で締めくくられています。昭和天皇記念館のある国営昭和記念公園の西立川口には、私の歌碑も置いていただいています。もうほとんど知る人のいない、あの幻のような基地の風景と匂いが漂う歌です。バブル経済真っ盛りの平成元年冬、昭和天皇の大喪の礼をテレビを通して見ていました。大喪の礼というものがあることを初めて知りました。おそらくこの先一生見ることのない歴史の一コマがそこにありました。私にとってはとても懐かしい甲州街道の銀杏並木を武蔵野陵へと、ひさめにけぶりながらゆっくり進む葬列のなんと美しいことか。この国にしか現れないしめやかな深い墨色の光景に、私は日本人に生まれて本当に良かったと思いました。私の生まれた頃以降の昭和の平和と繁栄は、昭和天皇の言い尽くしがたいご苦労とご尽力があってのことと承知しております。私は激動の頃を知りません。それだけに、今だから見える戦後、今の世界情勢の中で知っておかなくてはならない時代です。私は今回の昭和天皇記念館を永続発展させる試みを心から応援いたします。間もなく訪れる終戦の日、そして来年は戦後80年を迎えます。
記念館の大規模改修に向けた今回のクラウドファンディングは9月末までの募集で、目標額は2000万円です。8月9日午後6時の段階で537万円余りが寄せられました。通信、映像設備の更新やプロジェクションマッピングによる大型映像の導入費用などに充てる予定です。返礼品には昭和天皇のお言葉を解説する小冊子や記念のアートボードが準備されています。このクラウドファンディングを通じて、昭和天皇記念館は昭和の時代や昭和天皇の生涯をより多くの人々に伝えることを目指しています。特に昭和を知らない若い世代にもその歴史や文化を理解してもらうための展示内容の充実が期待されています。昭和天皇記念館のリニューアルプロジェクトが成功し、昭和の記憶が次世代に引き継がれることを願っています。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。